クリエイターインフニュース。よお、お疲れ。この部屋はネット大好き3人がネットで稼ぐクリエイターやインフルエンサーの話題をやいやい語る部屋である。どうもかがです。あるだよ。証です。Kindle ってさ、最近なんかフォーマットすげえ増えたよな。フォーマット？フォーマットって何？Kindle ウェブトーンとか。 いいろろな形式のことですよあ、そうそう、う縦読み漫画な、うんそうそうでさ海外だと「Kindle ベラ」って言って連載小説みたいなそういうジャンルもあって実はフォーマット何気に多いんだよねね最初の頃は普通に Kindle の電子書籍しかなかったものがほんとフォーマット増えたよな今日はそんなフォーマットに関する話題を取り上げていこうと思う「ハッシュタブクリエコ」 え今日はじゃあニュースに入る前に、私の Kindle 書籍の売り上げの話をちょっとしようかな。おおそれは聞きたい。いやいや、全然売れてないんだよ。で、まあ、これで、ね、多分数字を明かしちゃうのは本当はダメなんだよ。確か。規約上、数字を明かしちゃうのは多分ダメなんだよね。まあまあ、私のアカウントじゃないですから、いいじゃないですか。だから若干ぼかすんだけど、でもぼかすほどもないかなっていうぐらいの数字なんで、はい。じゃあ、行ってみよう。で、 ま、なんで、そもそも、俺の数字を明かそうかと思ったかっていうと、要はフォーマットって今たくさんあるじゃんそういう中で、どのフォーマットが一番出るのっていう話よ。そんなに、フォーマットで売り上げが変わるものなのうん。だって、もうさ、スマホがこれだけ行き渡って、で、アプリもさ、そこそこみんなもう使いこなせるじゃん新しいファーストフードができたら、すぐアプリダウンロードしてとかって言ってさ、もう目的とメリットがあれば、みんな、 アプリとかってダウンロードしてユーザー登録して使い始めるって全然普通じゃん。だから、フォーマットでも実は、電子書籍以外のフォーマットも実は売れんじゃないのっていう話よ。じゃあ、ちょっと俺の本を紹介して。アマゾンキンドル、公式ストアです。スタンド FM の歴史、スタイフの戦略と音声配信業界に挑んだ5年間、吉田義彦長。そう、これね、これ頑張ったよ、これ。<laughs> 頑張ったよ、ちょっと。恥ずかしげもなく、宣伝ぶっこんできたわね。 これ、Kindle 本とペーパーバック、紙の本と、それから音声のオーディブル。3パターン売ってるんだよね。で、それぞれ独占配信をしてるので、Kindle はアンリミテッドだと0円。で、そうじゃないと798円。で、オーディブルは、オーディブルに入ってれば0円だけど、入ってないと1100円。で、ペーパーバックは789円。 だから電子書籍とペーパーバッグ実は同じなんだよね。さあ、これでどれが一番売れたと思う去年の10月から12月の3ヶ月間。それはやっぱりキンドル本でしょう。うん。番組の流れ的にはキンドルと思わせてオーディブル、音声ですね。ああ、なるほどね。で、実はこの中で全く動いてないゼロのものがある。じゃあそれから行こうか。もったいつけてないで、言わんかーい。正解は電子書籍版です。 えー、はい。いや、これ結構びっくりだよね。まあ、もしかすると、もともと電子書籍版を持ってた人が、ま、たまたまね、アマゾンプライムセールとかで、オーディブルのキャンペーンがあって、その無料体験期間を試しているところだと。っていうところで、ま、オーディブルを聞くとかね。そういうのはあり得ると思う。実際、オーディブルは、なんかね、3ヶ月に1ぺずつぐらいで、実はで聞かれてる。 <laughs> 多分ね、そういうのがあるんじゃないかな。で、多分そこに関しては、アマゾンの持ち出しだと思うんだよね。じゃあ、その3ヶ月間だと、はい。一番出たのは、なんと、ペーパーバックです。トータルだと、電子書籍が一番多くて、5対2ぐらい。何気に、紙の本、売れるのですね。そうなんだよ。結構ね、ペーパーバック出るんだよね。で、最近は、もうペーパーバックの方しか出てない。 ペーパーバッグが一番出てて、その次オーディブルで、その次電子書籍が0冊。あ、ちなみに出てるって言っても210だからね。<laughs> そんだけかわいい。もったいつけやがって。おやもや。これでは誤差の範囲ですね。<laughs> はい。あの、皆さんも拡散するときは具体的な数字が出てるというような拡散の仕方は絶対にやらないように。<laughs> はい。いろんな仮説が思いつくよね。結局初動のときに予約とか、 協力してくれる人たちって、やっぱり Kindle u n アンリミテッドに入ってるからこそ、多分、電子がバンバン出るんだと思うんだよね。だけど、何ヶ月も経って、まあ、ほとぼりも冷めてくると、まあ、全く知らない人がたまたま何かしらのきっかけで書籍を見つけるとするじゃんそうするとさ、どれが一番買いやすいかって言ったら、やっぱり多分ね、紙だと思うんだよね。で、紙の書籍が約800円じゃんだから、あ、そうそう、これ確か、 アマゾンプライムに入ってるとペーパーバッグって送料かかんないんだよね。なんと、それは意外に大きいかもしれませんね。単価の小さい書籍だと、なおさら。電子書籍とペーパーバッグが同じ値段って考えた時に送料がかからない。あ、じゃあ紙の方がお得かなって考える人もいるかもしれないっていうのはあるかもしれない。なるほど、だわね。ハッシュタブ、クリエコ。 さあ、実はここまでが前振り。<laughs> 長えな、おい。<laughs> はい。じゃあ、早速この記事読んでもらえるかな。2023年7月10日、海外メディア、グッド、いいリーダーの記事です。アマゾンが、オーディオブックと電子ブック用の新しいライブラリをベータテスト中。そうなんだよね。なんか久しぶりになんかシステムのアップデートって感じだよね。やっぱり、アマゾンってあんまりアップデートしない印象なんだけど、今回はついにライブラリの機能 をアップデートするらしいんだよね。ようやくすると、アマゾンがオーディオブックとか電子書籍とかいろんなフォーマットがある。ヘビーユーザーになればなるほどいろんなフォーマットを買って、なおかつ漫画とかだと関数、巻数とかもあったりして、まあかなりライブラリが煩雑になっているという人も増えてきてると思うんだよね。そういう中で、まあようやくアマゾンがライブラリに関してアップデートをしてくれると。 他に比べると、Kindle 本当、ほんと使いづらいのよね。特に漫画。Kindle アプリに関して言えば、コレクションの機能を使って、なんとか手作業でコミックとかまとめてる人も多いと思うんだけど、そのあたりがね、改善されるといいよね。で、記事によると、すべてのオーディオブック、電子ブック、印刷書籍を1ページにまとめた新しいライブラリーページのベータテストを行ってるらしい。なんか、意外ともうすぐに来そうですね。 で、実際リンクがあって、そこクリックして飛ぶと、段階的にお客様に展開していますとあって、だから逆にとも一部のユーザーは利用できてるってことなんだよね。いや、羨ましいよね。で、なんかツイッターでそういうベータを使ってる人の画面が出てないかなと思って探したんだけど、やっぱりなかったね。<laughs> なんか、Kindle と連携できる、あの、室内で運動できるフィットネスバイク そこの画面に、Kindle と連携できるみたいなアプリのアップデートがあったみたいなのが引っかかったんだけど、うん。<laughs> なんか面白いよね。走りながら要は、画面でサクサク読むってことだよね。<laughs> なるほどなって感じ。実際の運動しながら、それやったら、事故るわね。で、あともしかして可能性があるとすると、Kindle のクラウドリーダーパソコンとかのブラウザーで、Kindle 本を読めるっていう、 クラウドリーダーっていうのがあるんだけど、ここがね、まあ、ダメダメなんだわ <laughs>。ダメダメ、行っちゃった。あの、ライブラ、あの、コレクション機能がないんだよね、なんと。だからコミックなんてずらーっとの並びっぱなし。うん。だからもしかすると、このクラウドリーダーだけにしかメスは入んないかもしんないよね。だとしたら悲しすぎるわね。頑張れ、アマゾン。ただ、えっ、ー、と、このグッドイーリーダーという海外のウェブメディア、 ここは本当にあの電子書籍界隈ではすごく昔からあって、えー、舗で、え、信頼できる媒体として有名なので、まあ、近いうちにアマゾンから新しいライブラリーが出るのは、まあ間違いないと思うんだよね。でも本当にオーディブルとかもね、力入れていくんだね。もう統合的にそういうコンテンツをまとめて、ユーザーエクスペリエンスを上げていこうってことだもんね。少なくとも、カグアさんのキンドルボンの売り上げよりは期待できますね。 さりげなくクリエイターエコノミーニュースはいというわけでアフタートークですちなみに私は電子書籍は実はいくつかのストアを使ってるもうどれっていうのがない <laughs> あのしっかり読みたいものは Google プレイブックスを使ってる なぜかっていうと、音声読み上げが一番、あの、優秀だから。普段買ってるワールドトリガーっていう漫画、コミックを読みたいときは、ブックライブ。これ突破印刷のやつね。まあ、これは、あの、いろんな付き合いとかもあったりして、で、それを使ってる。なので、実は、Kindle は一番利用頻度は少ない。コレクションでいちいちまとめるとか、ちょっとね、私言わずにね、なんかね、あんまり、私そうだ苦手だからね。う i n d l e でしか読めない本を、まあ、n d l e を使ってるって感じかな。 まあ、n d l e でも音声読み上げってあるんだけど、あのページ送りとかスリープとか細かいところでね、やっぱり使い勝手が読書体験が途切れちゃったりするんだよね。そう。なので、えー、私は特にこう、お得ポイントとかないんだけど、Google Playbooks を使ってる。あれば必ずそっちで買う感じかな。 ただね、ライブラリーとかで言えば、ヤフーの ebook Japan とかは、こうコミックをね、なんか背表して並べられるとかそういう機能もあるし、あと角川のね、ブックウォーカーとかも、やっぱり角川だけあって、ライブラリーとかすごい綺麗に並べられるし、うん。ねだから本当にこの電子書籍アプリも、なんか決定だとかがないのが悩ましいよな。本当に。もうそのストアと心中するしかないもんね。 だそう考えると、なんか、なんだかんだで紙が売れるっていうのは、なんかね、わからなくもないんだよね。結局、紙ってリセールバリューがついてくるから、ね人気コミックだったら、新鮮なうちに読んですぐ売りに出せばね、メルコリとかだったら多分すぐ売れるもんね。そう、なんだかんだきん電子書籍普及したけど、やっぱり紙も紙で強いなっていうのが、本当面白いよね。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、 クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひコロー登録よろしくお願いします。今日ようやく散髪に行ってきました。やっぱり夏場はスッキリすると気持ちいいですね。というわけで皆さん、行ってらっしゃいバイバイ